関西空港の今は関空快速に乗ろうとしています。日根野駅に着きました。これからこれを乗り換えます。ようこそ和歌山。紀美井寺の駅からだいぶ歩いてきたんですね。まだまだね。今目指したのは東照宮。東照宮があるっていうんで、そんだけの情報しかないんですけど、そこを探してます。今ね、和歌川ってところまで来たんだけど、すごいなこの川。ほら、どうなってんのこの川は。今橋の真ん中に来てるとこ、上流がこっちね、で下流がこっち。なんだろうねこの川はね。もう海が近いのかなこれね。若浦のところまで来たんだな。あと2キロで若浦が、若野浦が、若野浦って書いてあるね。まあいいや、行ってみよう。すごいんだこれ、芋虫いっぱいある。約30分歩いて東照宮に着きました。今は国指定名勝若野浦まで来たんだ。旧東照宮、あ、こうなってんだって旧東照宮は。鶴と亀、左陣五郎作。ちょいとこの階段上がるにはお腹が減りすぎてるんで、正面の石段は侍坂という。その由来は鶴岡八幡宮の呉衛に倣い、藩主徳川頼信公が自ら陣頭指揮を執り、家臣の武士団が一段一段積み上げたもの。段数は108段あり、人の煩悩の数と同じである。あー疲れた。しっかり108段あったなこれね。あーよく見えるな。これ見えるかな。海がよく見える。三つ葉葵の御門ですね。すごい。ほら、こっちに来ると、あ、これなんだ、こっちは。こちらなんだ。おみこしが振ったるで。ああ、地酒は羅生門っていう地酒があるのかね。と長久。はあ。開運招福。鶴亀名勝左陣五郎作。鶴亀、鶴と亀、あっちか亀は。
すごいなこれ。今バス停で待ってます。この次のバスに乗ります。バスは誰も乗ってないね。これでご飯にしよう。さて、うどんですね。